ついに運命の時は訪れた。選と内定は埼玉県。しました。繰り返します。埼玉に内定した模様です。3ヶ月後に迫った国民投票で過半数の賛同を得られなければこの話は振り出しに戻る可能性もあります。そこで集められたのが埼玉選挙推進委員会 SSS です。真面目、控えめ、つつましやか。変化を嫌い、はっきりとした物言いを避け、愛想笑いで隠した胸の内には高めのプライドが潜んでる。やるからには圧倒的勝利。私の出身地である熊谷はですね、非常に暑いことで知られておりまして、熊谷市全体をサウナ化してアミューズメントパークにするちなどや。私が育った埼玉市はそれはそれは素晴らしい学研都市でありました。インパクト、インパクトが欲しいよな。川越がフードの呼び方やめて江戸になるんだって。では来週から空港に向けて工事が始まりますので。本当に空港になっちゃうんですね。埼玉県民なんかちょろいもんですわ。大丈夫ですよ、バレてませんって。あんな平和ボケした奴らには。おい、どういうこっちゃ。お前らちゃんと現地の人とコンセンサス取れてんのか。